人間とタコが合体し、タコ人間になったらチャンネル登録か高評価よろしくね。チャンネル登録高評価ありがとうね。ごきげんよう、タコモノです。今回より今、ミックスアップレース。動物と人間をミックスしていけばいいのかな？じゃあまずはここのダチョウをこうして、こうすると、合体するっていうこと？おーはダチョウ人間になった。いや、怖すぎるな、これ。どうなってんの、これ。こんなのアフリカにいたら怖すぎるね。いや、でもペットとして飼ってみたい。そして、もう一匹作るっていうこと？今度はサイだね。サイ人間を作り上げるってことか。じゃあミックスしていこう。さあ、人間とサイを混ぜていって、おー！まさかのそのパターン？人間が体の方になったね。顔はサイ。そしてなんだ？あ、ここでレースが始まるっていうことか。隣はライバルかな？あ、で、下にもこのね、生き物を変えて、サイになると、こういう建物とか、障害物を破壊するっていうことね。で、このダチョウになって、足を速くして、また障害物が現れたら、これ破壊。オッケー。で、なんだ？あ、タップ連続でやってからの、おー、走り出す。踊り始めたね。こんな感じのゲームね。さあ、このレースもやっていこう。いくよ。で、ここでサインに変身して、破壊。で、こういうところは、ダチョウで足速くして、そしてサインに変身して、破壊。オッケー。結構、脳みそ使うかもしれないね。そしてタップ。そして、おー。ダチョウになって走り出したね。あ、一番向こうまで行くと、宝箱がもらえるってことね。そして、見てください。ついに、タコと、合体できる日がやってきました。僕の本当の姿をお見せしましょう。やあ、こんにちは。皆さん見てください。これが本当の僕の姿です。ついにタコ人間になりたね。で、貯めたコインでレベルアップとかもできるんだね。じゃあタコにレベルアップして。さあ、やっていきましょう。さあ、ダチョウで走って、ここでタコを使うのかな？水中でタコ使って、あ、早いね。で、ここで、サイじゃなくて、ダチョウ。オッケー。さあ、最後はタプ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 
にしたらどうなんだろう。最後タコでゴールしてみたいね。そしてまた新しい生物も溜まってきた。よっしゃ、今度はサイにレベルアップしてやっていきましょう。さあ行くぞ、タコ、オッケー。で、ここはダチョウで、サイよ。ミスせずやっていきたいね、ダチョウ、そしてサイ。で、最後行くよ、タコ。タコに変身でゴール、来た。で、エネルギーを吸収して、さあ吐き出す、おー、なんだこれ。急に水中になったね、ステージが。さあ、今回も1取りましょうか。いくよ。さあ、いいよ。破壊。さあ、で破壊。そして、ダチョウで走る。で、水中はタコ。いや、敵めちゃめちゃ遅いな、敵が。絶対1取れるね。タプ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 。そして、どうやら走り出すよ。オッケー、来ました。最後の宝箱欲しいね。そして、新しい生物。今度はコウモリだね。コウモリ人間を。作りたいと思います。さあぐるぐる回ってミックス。うおー、そうなったか。怖すぎるなこれ。こんなコウモリいたら急いで逃げちゃうね。まあでもなんかちょっと可愛く見えてくるね、よく見ると。じゃあこの辺はね飛ばしていって、でコウモリはここの空中のところで使うのか。おお、これで飛んで行って、こういう障害物は、あ、無理だ。飛んでいけるかと思ったけど、無理だったね。やっぱ障害物はね、サイで破壊して行った方がいいのかな。そして行くよ、最後、ダチョウで、猛ダッシュ、いいな。なんか、人間の次、生まれ変わったらね、ダチョウ人間になりたくなってきた。そして、今度はなんか雲が手に入りそうだね。雲手に入るので、やり込みたいと思います。いやーでも、クモ人間を想像するだけで、恐ろしいね、サイよ。サイで破壊してダチョウ。で、来るよ、行きます、タコ。いいね。それからダチョウに進化してからサイ。破壊、
破壊で最後コウモリになってゴールしてみよう。さあ、エネルギーを吸収して、どうした？下向いてどうした？おー。あ、最後は、進化する生物によって、変わるんだね。進化というよりかは、変身かな？じゃ、変身しまくってね、やっていきましょう。さあ、竹を破壊、竹破壊。さあ、行きます。あ！よ？そして、ダチョウよ。そして、さらにここで変身して、間違えた！タコじゃなかった！ここでタコ！オッケー！タコでゴールしました。さあ、エネルギーを吸収して、最後の宝箱のとこまでたどり着けなかった！ギリギリこれいけないんだよね。お！見てください。雲が溜まりました。雲人間はやだな、なんか。まあ、変身するしかないか。いや、動きがキモス。それでは行きます。おー、混ぜていって、きたー！そんな感じになった？顔がそこね。うわー、不気味すぎるこの雲人間。生まれ変わったらこんなにはなりたくないね。よし、そりゃ、やっていきましょうか。ちょっとレベルアップもしていってね。あ、雲ってもしかしてそこで使うのか。ここで雲に変身して糸を使って、ジャンピング、おー、いいねね。生まれ変わったら、雲人間もいいかもしんないね。よーし、じゃあエネルギーを吸収して、あ、でも最後、雲になってゴールすればよかったな。じゃ次、ちょっと雲になってゴールしてみよう。また新しい生物が溜まってきたよ。これなんだ？これ、なんだ？虫っぽいね。それでは、やっていきましょう、タコ。いよいよ。あれ、どうした、タコ。あ、間違えた。雲になってた。なんか、これ、クモとタコ似てるから、間違えちゃうんだけど。ちょっと、お付け、お付け。はい、せいよ。そして、これは、なんだなんだ、ちょっと待って、コウモリだ、コウモリ。危ない、ちょっと、頭がこんがらがってきた。そして、最後は、クモでゴール。さあ、エネルギーを貯めて。なんか生首が転がってるみたいだな。よし、70ドルまで行きました。やっぱ、こういったゲームって、落ち着いてやることが大事なんだよね。よよ、よくこの世界を見て、変身していこうよ。せい、そしてタコ、よ。タコと雲間違いないよね。で、ここはた、雲か。雲でよじ登って、雲でゴール、行きます。エネルギーを吸収して、走る。おー。よじ登ってくね。さあ、新しい虫、手に入れました。アリってことかな？アリ人間になりたいと思います。おー！そっちパターンになったか。人間の体の方になったね。さあ、アリ人間。アリ人間はどういうことするんだろう。さあ、行きます。あ、まあ、その前にレベルアップして、やっていきましょう。なんか、フェンスがあるから、アリに変身してちっちゃくなるってことか。そしたらくぐれるね。そして、さい、さい、そして最後はアリになっ、あ、間違えた。さあ、女王になっちゃった。さあ、まあ、いや、吸収して、あ、今回ちょっとちっちゃかった。全然稼げなかったね。次こそアリになってゴールしたいね。ここはコウモリよ。もう全部1位取れちゃうね。全部勝てちゃう。敵が弱すぎる。これオンラインでやったら面白そうだね。先を最後は、あら、間違えた。エネルギーを吸収していって。さあ、走ります。さっきのとこ、ありなかったよね。ありないパターンもあるのか。あ、見てください。宝箱を初めて手に入れました。やった。500ドルも稼げちゃうんだね。稼いだコインはレベルアップしまくって。あ、この辺もレベルアップできちゃうんだね。よし、上げていってと。さあ、行きます。せい。せい。そして、カムレイ。カムレイ。ダチョ。ダチョ。タッ。タッ。最強最強。あれ。いいよいいよ。アイディゴールしました。さあ、エネルギーを吸収して、力貯めてるね。おお。アリめちゃくちゃ早いな。アリ人間ね。アリ人間になって、ちょっと、おやつとかね、拾って食べたいね。さあ、そして、今度、トカゲ人間っていうことか。じゃあ、トカゲ人間になりたいと思い、ミックスして、合体！見てください。まさかのドラゴン人間？
トカゲと人間が合体するとドラゴン人間になるんだね。いや、ハゲてる。髪の毛、どうした？髪の毛生えたね。あれ、ここでは髪の毛ちゃんとある。さっきの何だったんだ？ハゲてたけど、まあ、いいや。ドラゴンにレイアップして、やっていきましょう。ドラゴン人間は、この岩を、燃やして、おー、壊していった。やばい、同時にやってたね、隣のやつと。さあ、行くよ。ドラゴンになって、吸収して、おー、走り出す。いいね。ドラゴン人間もいいな。いや、でも、この見た目のドラゴン人間はなんか怖いな。変身したらハゲるし。それじゃあ今日もね、超高速で走り、最終的にドラゴンになってゴールする神プレイ、やっていこうと思います。さあ、目の前にあるのはフェンスだから、アリ、よ。そして、アリでダッシュしながら、ここで、ドラゴン、よ。ちっちゃいのからドラゴンになるのっていいな、なんか。そして、アリ。さあ、来るよ。ここはダチョウで行こう。ダチョウでちょっと走って雲。で、ダチョウでちょっと走って、アリ。でも最後はドラゴン。さあ、エネルギーを貯めて。なんかこのドラゴン、ハゲてて、かわいそうだな。髪の毛欲しかったな。よし、オッケー、ということでしょう。あ、そうで、ゾウも溜まったね。じゃあ最後の最後はゾウの人間を見たいと思います。おーっと、そんな変わらんね。ゾウだね。皮膚だけはちょっと人間になったのかな。まあ、こんな感じになりました。またね、面白いゲームとかやるんでね、ぜひ高評価よろしくね。それじゃね。